できました星のカービィと言いたいところなんだけど、なんかちょっとニコ生が重いな。動いてるかな。止まってはいないんだけどね、なんか重いなニコ生。最高に重い。なんだろう、なんかまたシステム変わったかな、仕様が。まあ、とりあえずやってみましょうか。その言っててもね、とりあえずちょっとねテストしながらじゃやっていきましょう。ということで星のカービィ2回目ね。まあ前回ねすぐに通常モードねクリアしちゃったんで、エキストラモードに入ってるんだけど、そのエキストラモードが難しいと。すごい難しさだね。なのでエキストラモードね、なんかそのまま電源切ってもね、やり方さえ分かってればすぐエキストラモードできるみたいなんで、今日ねそのままやってみたいと思います。本当にこのままひどいな。ちょっと後で調整かけなきゃいけないんで、まあやってみましょう。とりあえずねエキストラモードもう一回再チャレンジということで、とコントローラーの上とセレクトでだけか、あ出てきたね、エキストラモード、エキストラゲームね、やってみましょう。じゃあ今日クリアできるかな。まずはグリーングリーンズから。前回は4まで行ったんだっけか、5ステージ、ステージ5あるうちのね4の中ボス倒したあたりまで行ったんだっけか。
とりあえずカラスとか鳥系はダメージが多いから気をつけて、でケーキも脱がしてく。で確かここはやっぱりな、2入るよねダメージで。ドリンクか、ドリンク取ってく。よしと、頑張れ。僕カラスとね、ニワトリと、まあ、ウニとね、ダメージが大きいから一発当たってね、気をつけたい、本当に気をつけたい。危ない。 OK。 さあどうかな、今日のニコ玉やっぱカクカクしてるかな。こっちだけかな、こっちのねニコ玉だ。これいいのか、いいぞ。あ、なんかうまくいった。こっちで今ねニコ生開いてるんだけど、放送画面ね、配信画面か、すごいカクカクしてるんだよね。設定とか大きく変えてないんだけど、ちょっとニコ生のシステムが変わったみたいで、その関係なのかな。ちょっとほんと後でねチェックしたいと思うんだけど、まさかこんなにねカクカクになってるとは急に。その時はね、ツイッチの方を見てもらうとね、いいと思います。ツイッチの方は多分、変わってないから、問題ないと、オーブね。多分ね、問題ないと思うんだけど。カラス。多分ツイッチの方は、カクカクしてないと思うんでね。ほら、マキシマトマとか。オーケーオーケーオーケー。いいぞ。さて、この、大きいの。牛かなんかわかんないけど、でこの埴輪みたいなのを倒していく。で鶏吸っていきたい。鶏気をつけて、ダメージが大きいから。で吸ってく。でブロック吸ってマキシマトマト。お前ワドルディ、ワドルディと鶏オッケー。いいぞ、ここまで順調だぞ。そろそろボスじゃない。あ、ボスだ。来た。こいつは飛んじゃダメなんだよね。ジャンプだけで行こうと。ウニが来るから。うわうわ、最初からそれ来る。ウニを気をつけて、ウニ気をつけてジャンプで行こうと。ちょっときついって。うわ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 。あ、ウニ、ウニ。でも少し攻略が分かってきたら、これ飛んだらね、飛んだらほぼ無理。ジャンプだ。避けていかないと。ジャンプで避けて、OK。外した。あ、危ない。危ない、危ない。危ない、危ない。以上。ウニは。一発アウトだ。いいよ。でもまあまあ前線してるね。今日クリアできるかな、エキストラゲーム。だからなんで急に、前回そんな吹かなかったでしょ。ポン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 空気を吹いてきちゃダメ。いいよっと。わっ、滑る。ラストか、オッケー。オッケーオッケー。いいぞ。さあ、まず一回もゲームオーバーにならないで。ステージ1クリアした。なんだ、これも案外、1時間ぐらいで行っちゃうかな。キャッスルロロロと。ロロロ城ね。お、来た。まず、放棄。で、急ぎ目でマイクを打っていきたい。で、上は確か、ドリンクだからいらないね。こっち行こう。で、コウモリとアザラシ。爆弾は気をつけて。さあ、またアザラシが飛んでくる。アザラシ2入ったか。ダメージね。で、ここは怖いから、もう、ク
来るから、すごい来るから、もう逃げる。パンプキンといっぱい来る。ここはとりあえず逃げる。で、カラス、まあ、吸う。カラス危ないから吸う。で、あ、ぶわ、ぶいっぱいいっぱいいっぱい。そこ来るよね、それはね、やっぱりね。処理落ちてるな。気をつけて。危ない。ウニは一番ダメ。ウニはダメージ3食らっちゃうから一気に。よっしゃ。で、雨か。雨。これは無敵だね。無敵。これは唯一の無敵。ここはもう一気に行きましょう。危ないね。骸骨と。アザラシとね。倒して。無敵の間に一気に行こう。あ、ロロか。ロロ。この辺だけか、この足場の色が違うところ。ロロ強いんだよね、結構。上しか来ないの。来た。うわー、危ない。ちょっと余裕。うわー、うわー、うわー、うわー。吸ったら一回ジャンプがいいな。吸ったら一回ジャンプで行こう。そのまま攻撃きついね。来い。来ないか。来い。そっち来るよ。はやはやはや。危ない、危い。ジャンプはいいけどきついな。いや無理だよね、それはね。きびいな。うわ、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 うわ。どうやって当てよう。うわ、そうそう、来るよね。やっぱりそのまま攻撃しかないか。危ない。ちょっと来い。さ、一発当てたから早くなってるけど、怖いぞ怖いぞ怖いぞ。来い、2段目来い、上か2段目来い。神回避、2回目も神回避だったの。危な。上だけか。あ、ここか。カレーか。カレーか。うお、早い。アザラシ、まあ今全開してるからカレーで行こう。カレーはね、カレーは無敵じゃないからね。とりあえずこの攻撃が強く、飛び道具を連続で撃てると。無敵ではないからね。危ない。で、あ、あれか、ドリンクいけるかな。なんかすんなり来てるぞ。前回の黒はどこへやら。あ、コウモリ。ウニが変な動きしてる。で、ワドルディ。で、アザラシ。で、コウモリか。一気に来るな。で、ホウキ。これきつくない？これ。これきつそうやな、これ。さあ、ロロ。ロロ対決。あれ？当たった今。当たってないの？分かったけど、当たってる。全然分かったね。吸って、やっぱり吸って移動した方がいいね。吸って移動、吸って移動。あ、吸っちゃった。吸って移動できない。はあ、吸った。ほら、
移動。なんでこう落ちた瞬間にせっかく持ってたやつを釣ってっちゃうかな。厳しいな。外した。うおえ、外した。はび。まずいな。これゲームオーバーになりそうな。よかった。危い。オッケーオッケーオッケー。こんな感じでいきたいぞ。あと一発でも、こっちあと一発しかないんだ。よっ、オッケー、オッケーオッケー。なんとか粘ってるけど、怖いな。来ないか。どっちから来る？気をつけて。あぶ、今の危かった。あぶ、あぶ。ギリギリかわすので精一杯。あ、待って、危ないよ。いいぞ。これでいきたい。きついな。オッケーオッケー、あと一発。さあ、あと一発同士。気をつけ。流れ。やっと。来い。そっちか。OK。きついか。今行けたな。行け行け、オッケー。ギリギリ、なんとか逆転。いいぞいいぞ、なんか、まだ一回もゲームオーバーになってない。はぁ、いいぞ。さあ、フロートアイランド。ここきついね。タコだ。ここタコだよ。なんか、一気に来たけど。前回の教訓が生かされてるな。さあ、タコ吸ってく。で、カラス気をつけて。タコ飛んでるで、カニもいる。ヤシの実と爆弾もある。で、ワードルに。オッケー。魚が跳ねてる。これは飛んでく。まず飛んでいって、レーダー吸ってく。で、なんかよくわかんないけど、水中から、大砲が来る。かわす。油を、神回避。吸って、タコ吸って。あれ、ここじゃなかったっけ、タコくんの。下からだよね、下。やったぞ、ここも。下から行く。と、まあ、タコがもう一回来ても、まあまあまあ。オッケー。前回やった。わ。とりあえずマイクで攻撃。で、この教室の入り口に、仕掛けられた黒板消しのようにこれをはめられないようにして、来た来た。でも残機がないんだよね。だるまか。だるまが右から出てくる。で、左にもいるから気をつけて。あんまり悠長なことしてるとだるまが。お、スイッチの人かな。ちょっと待ってね。あ、ボットさんね。ボットさんいつもご苦労さんです。仕事ね。忠実な。ボットだから忠実だよね。ボットさん。ボットさん名前変わったな、多分。ダニエルなんとか。ダニエルチョン。ダニエルチョンみたいな。あの、前にね、放送途中までやった、あの、ファンチャイコネクション。まあ、結局、放送外でね、クリアしたけど、まあ、ちょっとね、ジャニーズ系、はね、バンになる可能性があるっていうことで、ここ来
れ、ここ、ここなんだ、ここは、ここ新しい発見だろ。で、なんか、ウニが荒ぶってる？でもないか。ダニエル・チョンみたいな。ワンチャイコネクションで。まあ、やったけど、もう、いけっか。いけっか。いけ。まあ、地味に嬉しい。だるま。だるま。吸えない。だるまさん、こわーん。下にウニがいるのきついね。ここ気をつけ、これで降りた方がいいね。ここはウニがいないとこで奥のブロックを空気で壊していく。どうだろうね、ニコ生の方カクカクしてないかな。なんかニコ生の仕様変更でなんかね、こっちは何もしてないんだけどちょっとカクカクしてるっぽいのでね。 OK、 さあ HP 回復してたら残機がないね。これボスなんだっけ。あば、大丈夫か。そろそろボスじゃない、まだボスじゃなかったっけか。意外長かった。さあ前回のね失敗をちゃんとこう教訓にしていきたいんだけど、君が撃ってくる。でタコもいる、魚もいる、でカラスもいる。なんとか早めに抜けたい。早めに抜けたい。怖い怖い怖い。抜けよ、とりあえず抜けよ。ここで全回か。全回復。ここ結構ギャップあるな、ここ。うわわ、おい、だるま。これ当たるっすよ、これ当たるっしょ。今の絶対、今絶対当たるっしょ。おい、ダメだ。そろそろボスかな。前この辺でボスじゃなかったっけ。あ、クジラか。クジラの潮吹きの穴に入ってドーンと、これで空中に行くと。クマのとこね。あ、ここあれだ。あれか、ここ。あれだ。連射するやつだ。飛行船。芋食べて飛行船。ちょっとこれ多分最初はきついだろうね。これ、ね、HP がないから。結構避けてても当たっちゃうからね。さすがにこの HP だ、きついでしょ。うん。まあ、全開でね。全開状態でマックスでいけばいけんじゃない。そうすると一発もね、一回もゲームオーバーになってない状態で、さあどっちが強い。なんとかお願いします。お願いします。 OK、 いいぞいいぞ。ゲームオーバーにならない状態でステージ3までクリアした。今日早いな、今日めちゃくちゃ早いな。前回1時間半以上かかったんだけど。バブリークラウズ、さあステージ4ね。ここの途中で前回は終わったんだよね。まずはあれが降ってくんだ、雪だるまね。なぜか雪だるまが降ってくる。でウニは当たらないようにって、カラスを吸っておく。OK。ただこれは向きを変えてくるから気をつけて。カラスもいるよ。雪だるまもいるよ。で、ワードルディもいるよ。で、吸っちゃダメよね。吸っちゃダメよ。倒していく。吸っちゃったよ。ダメよって言うとるのに吸ってしまう。画面から外れるとまた復活する。吸っちゃダメよが。こっちも倒しといたが、まあ、残機がないからさすがにこのステージ4はクリアできなさそうだけど、まあ、この鬼門のね Z
前回も幾度となくやられたこのステージ4で、この鬼か、そうだ、鬼が出てくんだよね。これやっぱ鬼なのかな。ギリギリだと吸えるという。で、パラソル、そうだ、パラソル、石を持つパラソル。この辺がいいか。画面外でパラソル待ってるから、こうだね。これがいいか。これだとダメージ食らわないね。オッケーオッケー。なんかいっぱい来るんだよね、ここね。知ってる。あ、これでクリアできるな。なる。まあ、やってもった方が。そうだ、このブーメラン。肩がいい、君は。戻ってくんのかい。で、ビームを吸っていく。まあでも意外にいけるかも。全然、あれから練習してないんだけど。で、ここはペリカンだ、ペリカン。ペリカン。と、高速からですよね。さあ、一回まず不景をもらってしまった。まあ、残機なかったからしょうがないね。さあ、でも、少し光が見えてきた。集中力も今日まだあるしね。とりあえず、ウニには絶対当たっちゃダメだと。カラスはまあ、しょうがない場面もあるんですけども、いけるかな、これ。あと2しかないけど。いけるか、いけるか。とりあえず危ないからそこもやっとこう。で、鬼だよね。さあ、鬼が。鬼か、タヌキか。通常モードの時は鬼だったけど、多分。わかりました。ここは画面ギリギリでこのキャラだけ先に出せて、あとは待ってるパラソルを吹いていけばいいね。これだ。この技は前回使えなかった。ここ結構手こずったけど、さあ、ワドロディを倒してパラソルを倒していく。きついな。あれ、上飛んだ方がいいから、まだ。上飛んだ方がいいね、あれね。OK。いいぞ。気をつけて。危ない。あれか、あの雪だるまも2発ダメージ当たる、食らっちゃうんだ。あんまり雪だるまに当たったことがこれまでなかったけど、雪だるまも2発ですか。先に吸ってく。さあ、パラソルが待っている。オッケー。で、こっちも吸ってパラソル。で、最後かな、ワドルジも吸ってパラソル。オッケー。これ上から。あ、うまい。上行こうと思って、上ちょっときつかったな。それは吸えないんですか。
あ戻ってくそうだ戻ってくんだブーメラン戻ってくるんだそうだ忘れた。ビームに当たらないように入って攻撃でペリカン2はね2はペリカンで高速カラスが来るから気をつけて今回来なかった。 OK ゆっくりね怖いから壊れてなかったっけ？ブーメランだよね覚えてますよ。ごめん。 OK いいぞ。まあ、残機は2ある。で結局ここで中ボスでねやられる可能性があるからちょっと怖いんだけども、ゾルディも吸っていく。でまた鬼が2匹か 2体これはぐるぐる回ってるから左から吸っていく。で左の方には何もなかったから ここだねこのウニこのウニ結構な確率でこれ当たっちゃいそうになるからね気をつけないと。でここが肩のいいこのブーメラン、あ、吸えてない。もったいない、せっかく。これあれだよね、ここ取って、トントントンくる。で、吸って、トントンくるから、こう。こう。トントン。でも大体覚えてるぞ。前回やった。これを、トントントン。最長不倒何コナンだけか。あー君か、君は危ないから倒しとこう。カレー、ああはいはいはい、あった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 。このボスなんだ、あれか、さっきの目玉の雲のやつね。また戦い方変わるんだろうな、ノーマルモルとは。残機1あるよ。まだだっけか。当たってない。と。左右に投げ分けてくるんです。かー、そしてカラス。と、パラソル。厳しいな。やめて、もう。君はどういう戦い方？お、何？飛んだ方がいいのかな？で、追ってきそうだね、なんとなく、ね、追ってきそう。なんか追ってきそうだよね。
ったあった、そういうことか。ジャンプでかわせばいいのかな。ジャンプでかわせばいいのかな。タイミングよくジャンプでかわせるかな。さっきの突進ね。あ、でもステージ4まで来た。ステージのボスまで来た。まさかいけると思わなかった。これ安全策大事だね。カラス気をつけて。残機があれば一番だろ。あ、もういいよもういい。危ない。残機があれば、残機があれば大丈夫。残機2ぐらいあればなんとかなりそうな気もするな。まだ一発もボス当てられてないけど。あの中ボスをすんなり攻略できてるのは大きいな。当たるか。まあいいでしょう。まあ4あればカラス一発当たってもまだ耐えられる。結構ギリギリ作戦ね。危な、復活してた。まあ大丈夫でしょう。ブーメランは帰ってくるから気をつけてほしい。なんで反対側向いてる。てこブーメランね。あー、やってしまった。秀樹もったいないとこで一気失ったかな。ほんとここもね、一気アップがあればいいんだけど、一気アップないのかな。どっかで隠しありそうだけどな。まあいいでしょう。危ない。でペリカンにはでカラス来るよ、気をつけて。よし、オッケー。危ない、吸っちゃってた。吸っちゃダメよ。でワドルディカラスか。オッケー。でブーメランだよね。地味に狙ってくるからね、ブーメランね。さあ残り3機あるよ。大事に行きたい、大事に行きたい。で雪でダルマを倒していく。でワドルディも倒していく。で鬼、せっかくここまで無傷できてるから、鬼に当たんないように。雪ダルマ吸っちゃダメよ。秀樹感激。オッケー、来たよ。オッケーオッケー、いいぞ。さあ飛ばしてくる。トンチョンチョン、当たるよね。まあいいんです、いいんです、いいんです。オッケー、残機さんある、残機さんあるよ、いいよ。ここだよね。ここはうまくいってくれれば問題がないんですけども、ここでいいか。このまま
流れでいけるか。OK。今のカレーのね、残りカレーでいけた。で、ここですよね。これ慎重に。行きましょう。危ない。危ぶ。危ぶ。うわ、当たるか。カレーを吸って。これ流れ星当たるじゃん。なんかノーマルの時は流れ星当たんなかった気がしたけど。当たるんじゃん。やっぱり気をつけた方がいいね。OK。で、あとはできれば。カラスにも当たらず行きたいけど、これきついな。危ない。OK。OK、残り3機ある。とりあえず突進を、ジャンプか、なんかでかわして、そういうことだね。OK。なんか分かったぞ。もっと進。やっぱ当ててくるか。まあそういうことだよね。こういうことか。OK。危ない。これの攻略法はきちんと右向くことだね。ちゃんと吸ったら吸う前に右向かないとダメだと。危ない。右向かないと吸え。逆転された。でも分かったよ、分かった。でも分かった。このビームとくるくるの差が危ない。ビームとくるくるは一緒で、ビームと突進の差が分かんないね。この分かりづらい。当たるか。OK。これは勝ったでしょ。これは勝つる。うわ。これは勝つる。ラスト。OK。来た。OK。来た。さあ、次、ボスラッシュか。前のノーマルモードであれば。ボスラッシュだけど、どうだろう。さあ、マウントデデデ、デデデ山まで来ました、ステージ5。まあ、残金4あればね、いけるんだけど、今残金1しかないけど。もう一回コンティニューしたとしても、4あればデデデまではとりあえずたどり着けそうな気がするな。実は道路からかな、一番。そうだよね、やっぱりすぐボス前からじゃないよね。当たるんかい。して今のそんなに甘くないよね。で、なんでなんかいっぱいいるんだけど、アザラシとか。でもここは一緒か。この偽カービィ触って進めると。上にいる子がいいな。そっからか。じゃあこっちからやる。
あ、ヤシの実か。ヤシの実か。また嫌なとこから再開だな、これ。でもこの辺はあれか。ノーマルモードと、感じは一緒だね。まあ、敵が、ダメージが、より多く入るようになってるだけで、一緒か。特に敵が多いとか、はないね。さあ、いけるかな？一個減っちゃったけど、HP。なんとか。キワド。当たってないな。勝ちたい、勝ちたいんや。ダメか、きついか。ルロからだろうな。やっぱ HP 全開じゃないと厳しい。ボスは先にやっときたいね。 HP も持ち越しだからね。2個やられたらその次のボスもクリアしてもね、次のボスやるときも2個減った状態からスタートだからね。当たる。そして3も減る。そんなに減る。この辺にな、HP 回復とかないもんね。厳しいな。3減るときついね。どこも難しいか。最後に偽カービィに触っていくと。いけるかな。1だけ減ってんだけど HP。 最初近くでやった方がいいね。結構ガチンコ勝負だ。きついか。こっちの雲からやってみる。ただ今度折れるやつだ。もう落ちるやつや。そうだ、思い出した。今度落ちるやつね。でカービィが飛んでると。さあ、戦い方は一緒だからね。君が一番ダメージを受けない可能性がある。体力温存できそうな一番。うわ、そっか。必ずしも1回ごとに爆弾落としてくれるわけじゃないからね。中にも画面がおかしく、大丈夫か。さあ、あと一発。ない。まあまあまあ、一番 HP を温存できる。あとは HP を温存できそうな、ここだろうな。うまくいけば。どっかだっけ、結構戻されるんだっけ。ニワトリもいるし。あ、こう下か。ここもやったな。ノーマルモードの時で。エキストラはなかなか難しいよ。でも、で、奥にカービィがいると。間違って一回ね、
触っちゃったんだよね、ノーマルモードの時ね、ウニを吸えるかなと思ってね。さあ行くぞ、ウニは来るか、ウニ、あーやっちゃった、やっちゃった。今の HP だとウニ触ったら一撃死だね、危ない。よいしょ、まあ、これゲームをもらったらまた一からだろうからね。セカービーを触ってく、さっきは HP3 ぐらいしかなかった、危ない、あおい、神回避。ウニはダメよ、うわ当たっちゃうか、ウニには触ってないよ、ウニには触ってないよ、ウニには触ってないけど、ここだけコンティニューしても倒したボスは復活しないとかないよね、エキストラモードだもんね。ここだけ頼む、でも倒したボス復活しないでほしい、コンティニューの時。おい、ちょっとウニのウニ食盛り、うえさあ、ポンポンやりすぎじゃないっすか、 OK、 あぶい、あぶい、あぶい、頼む、さっき倒したクモだけは復活しないで、頼む頼む頼む、あー復活しとるわ、やっぱ難しいのからいくか、あそこの仮面どうやって倒すかな、入れないか、まあ、回復なんてないですよね、まあ、じゃあこの辺がいいか、いいよ、やっぱ吸ってやっぱ上に逃げんのがいいな、どっちしてもこう吸うときも吐くときも上に逃げる方が逃げやすい気がする、あぶい、さあロロあと2発、
3段目に来て、うん、こっちの方が逃げやすいな。あと一発、ロロが一番安定か。さあ上から2番目来てくれ。そこはまずいよ。来たけど遅かった。上から2番目来い。来た。OK。よしよしよし。1P そのままだからね。こっち行くか。まだ1P を使わなそうな。君のとこに行きましょう。なんとかこの残機持ちたいな。保ちたいぞ。OK、 6発か。2発危ない。まあ、突進とビーム両方使っただけは必ず次は爆弾だからね。3発オッケー、いいぞ。残機4残していけるか。いけそう。OK。 まあやるとしたらこっちかな。まあ、この残機でも戦えそうなのこっちの方だな。飛行船はこの残機では戦えない。さあ逃していく。でこの大きいのを倒して、ニワトリもやってく。で、これは怖いからも無視していこう。もう触れない方がいいね。で、カービィ触る、偽カービィ。さあね。まあこれならまあ、HP2 でも、まだ、勝てる可能性はゼロではないな。ことも多いよね。やっぱ木から行こうよ。さあ脱がしていって大きいの倒していく。下くぐって、さてここは触れないでいく。全開で来ましたよ。全開状態。てか最初に吹くな。最近吹き癖がついてるね。ラスト。オッケー、危な。危なかった、今、ウニ。オッケー、一応残機3残ってるぞ。ちょっとここではきついだろうけど。一回やられるだろうけど。なるべく HP を全開のまま、行きたい。さあ、だるまと。倒して、さっきここでクリア、ここで食らったんだよね、ダメージで。うえ、ちょ、なかなか嫌な感じだね。だからもう
と1ピン2しかないから、ここは厳しいだろうけど一応チャレンジしてみましょう。練習がてらね、結構近づいた方が、あんまり動かない方がいいのか、あんまり。さあ、これヤシの実気をつけて、余計なとこで食らったらダメよ。ここは HP が大事。さあ巻き貝とだるまをやっつけて、ここが大事だ。あー食らうか、ここで食らうか。せっかく残したんだけど HP。 3ではきついよな。いや、あそこの針だよ、針気をつけよ。ここ針、危ない。来た、 OK、 これなら勝てんじゃない。動かないこと、あんまり動くと当たんないから。頼む、いけるでしょ、いけるでしょ、あと1、 OK。 さあ残機1つ残して出てきたよ。リゼの倒し方は大体分かってる。でも HP が多いな。うえ。ですけど、当たんないかい。きついな。うわ、そして危な。タイミングがこれ今の時しかないな。これだな、このクソ、今残機1あったんだけどな。今のあのジャンプでドシンっていう時しかないんだ。ハンマーきついな。あ、でもよかったよかったよかった、倒せる。これは一緒か、前と。あんまりハンマーで倒せることって少ない気がするな。ハンマーで攻撃与えられるのって厳しい気がする。座れた。さっきクリアできるかな。来い。でもこの星もすぐなくなっちゃうからね、気をつけないと。この星もすぐなくなっちゃうから、連続攻撃じゃないですか。本当に星がすぐなくなる。そしてな、そんな水対決。何が当たった今。当たんないか、ちょっと早かった。
連続とかありな。危ない、危い、危い。突進してくるのかが分かんない。吸うのか転ぶのか。これでもこれダメか、ダメか。手で吸ってる時は無敵か。結構今いいところで攻めた気がするんだけどな。一発目からそれ来る、一発目からそれ来る。さあまず一発先制したよ。ますよね、それはね。やばい。危ない危ない。今ギリギリだった。一発先制したけど、かわされる。オッケー。なんだなんだ、よくわかんない。どうやって倒せばいいかな、これ。ジャンプを多分うまく使っていかないと厳しそうだけど、あんまり離れると飛んでくるってことか。これ2回食らうのちょっと消せないな。さあもう1回やったら5分休憩しよう。ここまで来たからね。離れたらあれやってくるから気をつけてって、大ジャンプやってくるから気をつけな。あれや、襲われるか今の。気をつけて。せっかくスタンますよね。知ってます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 。てかうまいんだよな、ジャンプが異様にうまい。これでも狭くてダメか。当たってない。
飛ばない、飛ばない、飛ぶよね。強っ。 HP 多いしね。10かな、 HP10 以上あるか、これ数えてないけど。ギリギリなんだよ。あそこで吸ったのが結構無敵状態が長いデータで、転んでる時も無敵か。いやきついな。いやそれやっちゃったらほんとハンマーぐらいになっちゃうの。攻撃チャンスハンマーぐらいになっちゃうけど、そういうことなのかな。分かった、やっぱハンマーの時だけか、攻撃チャンス安心してできるのハンマーの時だけだね。ハンマーもタイミングずれると当たんないしね。ここは無理しないでいこう。オッケー、当たってないか今の。2回やってこないですか。2回やってこない。ハンマー来て、ハンマー。ハンマーが一番安心だな。ダメか、クソ今の飛んじゃってた。ここは一応チャンスだけど、ここはダメだね。相打ちになる可能性が高い。うわ、それる。ああ、危ない。危ない。三発来る。さあ、これがダメだったら、一回5分休憩しよう。ハンマー少ないよ、デレレさん。ハンマー、ハンマー少ないよ。ハンマーお願いします。ハンマー、オッケー。危ない、今座れるとこだった。うわー、あ、当たんないか、よかった。あれ当たんないか、危ない。うわ、危ない。ハンマーお願いします。ハンマーお願いします。そのハンマーじゃないの、それなんだけど。それではあるんだけど、そのタイミングでハンマーやめて。ああ、ちょっと早かった。ちょっと集中力切れてきたね。5分休憩しようか、一回ね。一応コンティニューしといて、5分休憩ね、します。さあじゃあね、今、9時
16分なんで、まあ、9時20分ちょっとまでね、ちょっと5分休憩してもう一回仕切り直します。ということでね、一回休憩です。はい、ではね、続きやっていくよ。なんとかね、行きたい。あんまり飛んでばっかりでもダメだ。ハンマーハンマーハンマーを、下手にね、こう吸う動きとかしちゃうとそこで動けなくなって吸ってないか今の。こいつ相打ちになっちゃうんだ、結構相打ちになっちゃうことが多い、ハンマー以外だとね。
ハンマーが一番安心だよな。相打ちにならない可能性が高い。いいぞいいぞ、なんか連続でうまく当たってる。2連発で食らったな。分かった分かった。あんまりまああのジャンプからの星もあんま近くに当たんないか。少し遠くの方がいいね。あんま近いと次の動作テテテがもう動き出しちゃうから吸われる可能性が高い。このぐらいギリだろうね。これでも吸う動作しちゃうとあれだしね。あ、そっちから来るか。まあ画面端になると必ず大ジャンプしてくるからね。切れてくる。テテテの。いやー、腐ったってないか今の。ジャンプから着地の時の星は結構遠くから拾った方がいいね。危い。うわ、3回連続。このぐらいから拾わないと当たんないか今の。それでも、まあ、数動作しちゃうとそれでもやっぱり来ますよね。あ、そっちか。ハンマーだけ狙っていくの、ハンマーの星だけ狙っていくのはきついからね。やっぱりこれも狙っていかないと。唯一はあの大ジャンプが一番上で飛んでれば当たんないことぐらいかな。あぶ。厳しいな。来い。あ、ダメか。いい線いった気がする今の。いいぞ、まず2回食らわした。いいぞ。ダメか。あ、当たってない。いいぞ、あと6発。なるべく遠くから。危ない。距離取った方がいいね、これね。やっぱ距離取ると大ジャンプしてくるから、大体。来ますよね、それね。なんとなく戦い方が分かってきた。今のラッキーカーだったんだけど、結構ハンマーが対応してきたから。結構ラッキーカーだったんだ今な。
確実にハンマーは出てく。あぶい。かあ、来るか。吸えない。ニコ生のシステム変わったからかな、切れなくはなったな。それはブツブツ途切れるけど映像が止まることはなくなったね。 OK、 一発目きついか、二連発はきついか。三、二発目 OK ぞ。焦らない焦らない、当たってないか今の。よし、3発当てた。あと7発かな。よし、かわした。うわ、ければ1発当たるよね。あ、当たってたか今。当たったか。オッケーオッケー。そこくれ、そこくれ。4発。
と4マス、ここまでの最高記録。 OK、 あと3発。うわー、あと2発。ここまで最高記録だったな。吸ったらジャンプ終わるまで待った方がいいね。うわー今だった。はあ、ちょっと集中途切れた。うん、いけそうな気がするけど、あと2、あと2が大きいな。いいぞ、ハンマーから入ってきた。よし、一発減ったな。今減らなかったか。いいぞ、いいぞ。飛んでくるか。あ、相打ちか。オッケー。ちょっと無理だわ、それは。オッケー。うん。いいぞ、いいぞ。あと3発通し。うわ。これ見せた。来い。オッケー。危ない。危ない。わ、わ。今のもいい感じだったんだけどな。あんまりジャンプしすぎない方がいいね、これね。いいぞ。来るか、あそこ。あ、2連チャン。たあ。OK。当たったかな。そうなりますよね。うわ、そっち来るよ。今当たった。くわ、危ない最初ハンマーから入ってくれると本当楽だな。あんまり高く飛びすぎちゃダメだね。落下する時間とかあるから。ちょっとこの出てての、ああ、出ててのこのマークのあたりまで
ぐらいに飛ぶのは抑えといた方が良さそうだね。いいぞ、一発目からハンマーはいい。いいよ、相打ちか。そっちから来る。あと一発。ああ、うわ、飛ばないんかいそこで。はあ、飛ぶと思ってちょっと冷静に行こうと思ったんだけど。いいよ、一発目からハンマーはいい。そっちから来る。あ、当たるか。危ない。助かった、救われた。あー、ぐい。あ、危ない。取るかやっぱり。あんま高く飛んじゃダメよと。落下のタイミングがあるから。今日クリアしたい。ハンマー来ないか、一発目。さあ飛んでくる。でハンマーいいぞ。まあ一発食らったけどもしょうがない。絶妙な間合いじゃないときついね、これね。お、いいぞ。間合いが本当に、距離が、ちょっとでも、近かったり遠かったりすると、食らっちゃうから。OK。いいじゃん、あと2。息か。これは無理。安全に。オッケー。うわゆ。あゆちか。最後なんか3発ぐらい余計に食らっちゃったな。でもいけることが分かった。危ない。今の良かったんだけどな。危ない。
は1だからな。距離取りすぎても端っこだとハンマーが届かないからね。ハンマー来た時に避けられないからね。一発目飛ぶか。二発目三発目相打ちが多いな。あと15分、なんとか勝ちたい。勝ちたいんや。ああ。これハンマーだとうまくいけば2回攻撃できるね。このジャンプだとハンマーだと余裕があれば2回攻撃できる。ただそれ以上に難しい。危ない危ない。あと一発よ。別に狙い、OK。来た、来た来た来た。やったー、やったエクストラモード、クリアできた。まるまる2時間近く使ったけど。切った。よかったー、これで安心して次のゲームいける。ここでクリアできないと、サカービィが大きくなって、ここの辺はノーマルモードと一緒だね。よかったー。エクストラモード、なかなかの出て強かったな。やっぱり一番まあ着地、カービィが着地してる時とかね、方向を移動できなかったりとか結構制限あるからなかなか難しい。多分見てる方はね、なんだもっとテキパキ動けるじゃんと思うんだけど、テキパキで動けないようになってるからね。それが着地の時のしばらくバウンドしてる時ね、移動できないとか、落下してる時も横移動ゆっくりだからね。もちろん飛ぶのもやっぱ少しかかるしね。これやってみた人しかわかんない。ノーマルモードはね、ちっちゃい子向けかな。難易度優しいね、ちっちゃい子とかアクションゲーム苦手な人向けで、真の姿はやっぱりエキストラゲームね、エキストラモード。なかなか難しい。でもよかった、ボスラッシュ倒してからゲームオーバーになったけど、あそこからね、出てる前からの再会だったからよかったね。
と一緒なんだけど。オッケー。このエンディングあったっけか。このエンディングエキストラモードクリアした人専用じゃない？よかった、なんとか。クリアした。カービィね、初代カービィ。ノーマルモードと、前回ね、ノーマルモードクリアしたんで、エキストラモードね、今回ね、クリアしました。よかった。時間もまあまあちょうどいいね。残り10分ちょっとなんで。よかった。クーザーとかトッキーとかトッキー、あ、いたね、アザラシね、タコ、ダルマ、大砲、カニね、でブーメランね、とペリカンと鬼と雪だるま、やったぜ、よかった。キングデデデと、デデデ大王。コンフィグモード。すごい腕前だ。君に特別プレゼント。下とセレクトと、このピーカー。遊んでくれてありがとうと。デデデがね、土下座してる。また一緒かな、これ。あ、ちゃんと慰めてる。カービィが可愛いね。顔がすごい泣いてる。こういういいよね、こういうデレデレ愛嬌があってね。すごいな。これであれかな、多分リセットしないとダメだろうね。下とセレクトと B ね、やってみようか。下とセレクトと B、ああ、HP か。HP と。これはなんだ？こうと。ああ、残機か。残機と HP の数と。これを自分で選択して、より難しくできるってことか。まあ、残機増やせばね、より簡単にできる。簡単というか、うん。チャレンジいっぱいできると。なるほど。サウンドテストね。なるほど。そういうことか。これサウンドテストから戻るの。これリセットかけるしかないとか。リセットかけるしかないんだね。さあ、ということでね。なんとかクリアできました。カービィ、初代カービィね、エキストラモード。前回に引き続きね、エキストラモードやったけど、ついにクリアできました。ということで、ちょっと待ってね。さあ、ということでね、今日はね、もう残り10分ないぐらいなんで、これでね、終わります。で、カービィね、初代カービィ、これもバーチャルコンソールとかあんのかな。あとはカービィだといろいろ、星のカービィ、スーパーデラックスとか、なんか他のやつもあるから、そういうのに収録されてる場合もあるのかな、この初代カービィ。もしね、初代カービィやる機会があったら、ぜひやってみるといいと思います。まあ、腕に自信のある人とか、大人のね、人はね、まあ、ノーマルモードサクッとクリアしちゃって、エキストラモード頑張ってもらって、まあ、小さい子とかね、あとお子さんとかね、あとアクション自信がない人とかは、ノーマルモードからね、まず頑張ってもらって、で、最終的には、エキストラモードね、クリアできるようになってもらえるとかなり上達すると思います。カービィの操作もね。
これやった人しか分かんない。エキストラモードの難しさはやった人しか分かんない。見てる感じだとそんな簡単そうに見えるんだけど、そんなキビキビ動かないからね。まあ、ぜひね、面白いんで。あとカービィ可愛いんでね、一回やってもらえるといいと思います。さあ、ということでね、あとは、といつもの告知です。一つは、なんだっけ。はい、今、ツイッチとね、ニコ生同時に放送していて、ツイッチの方が少し画質がいいのと、滑らかに動くようになってるので、もしね、綺麗な映像を見たい人は、ツイッチの方も見てみてください。で、ツイッチの URL は、ツイッターのトップにあったので、ツイッターから移動してください。で、次が、ログがね、これもニコ生とツイッチ両方残してあります。で、特にツイッチの方は、アカウントがなくても見れるようになっていて、ダイジェストっていう名前で、今回のね、録画とか、古い録画とか、全部アーカイブで残ってるので、もしね、古いのとかも、あとアカウント、ニコ生のね、無料会員の人とかね、まあもし、録画見るの大変なんで、ツイッチのね、ダイジェストの方で、よければ見てみてください。と、三つ目は放送のスケジュールは水曜日がやる予定になってます。ただ、臨時の休みも多いので、その日放送があるかどうか、これもツイッター見ると分かるようにしてます。で、放送がある日は早くてお昼過ぎか、遅くても放送の1時間前には、ニコ生で予約をしたっていうようなツイートをするので、それがあった日はほぼほぼ放送があります。よっぽどその後休養とかない限り放送があります。逆に、そのツイートがないと水曜日以外でも臨時の休みになっちゃうんで、ツイッターチェックしておいてください。あとね、最後良ければニコ生のコミュニティ参加、あとはツイッチのチャンネル登録も良ければお願いします。で、あとはね、次回、最後ね、次回やるゲームのヒントの音楽をね、今回も流したいと思います。次回やるゲームも初見プレイね。まあ、第2弾なのかな。第2弾、ヒントで、まずね。で、第1弾は実況で前にやりました。なんで第2弾かな。話のつながりはないんだけどね。まあ、第2弾シリーズのパート2みたいな感じのね、ゲームです。じゃあね、最後そのヒントの、次やるゲームのね、ヒントの音楽を流して終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。